現在の職種を教えてください。現在入居相談センターの相談員として働いています。はい、やりがいに関していることは何ですか。ご入居いただいた方やご家族様が入居してよかったと思っていただけた時です。入居後ご入居いただいた方が笑顔で過ごしていただいている姿を見るとすごくやりがいを感じます。家庭と仕事の両立は、働きやすいですか今は。そうですね、今2人子供がいるんですけれども、1人目の時も2人目の時も職場の皆さんが励ましの言葉をいただいたり、特に2人目の時は急にお休みをいただくことになったんですが、仕事のことはなんとかなるし大丈夫って言っていただけたのでとても感謝しています。落語会の制度は何か使いましたか。復職後1人目も2人目も時短勤務をいただきました。小さな時は特に保育園から呼び出されることも多かったんですが、子どもの看護休暇なども使いながら今頑張らせていただいてますし、家庭の両立できてるかなと思います。小原さんにとっての介護とは何ですか。私にとっての介護とは人と人とのつながりです。人と人とが出会うことで人間らしい生活や笑顔が生まれ、落語会の中ではいろんな方、いろんな考え方を持った方やいろんな職種の方がいらっしゃるので、そこで私も視野が広がったなと思います。今後は落語会全体さらに広い視野を持って仕事をしていくことが目標です。貴重なお時間ありがとうございました。ありがとうございました。